皆さんこんにちは田中雅です、えー、今回はですね副話術のメカニズムについて少し考えてみたいと思いますあの副話術のメカニズムといってもまあ、どうやって口を動かさないで話すかというあのそっちの副話術をどうやってやるかっていうことではなくてですねどうして私たちが、まあ、あの副話術のような形でこうこの辺で人形が動いているときに本当にその人形から 声が出ているように見えるかっていうところについて、あの認知心理学的なところから考えてみたいと思います。で、まああの実際にはあの口を動かしているのは、その視覚的に見えているのはこっちのパペットの方ですよね。で、ただ声が出ているのはとは言ってもあの福輪術師の口からなので、実際の音っていうのはもう本当に口から出ている。でも私たちが福輪術の方の。えー 何か芸を見ると本当にこの手の動いている方その人形の方からまさに本当に声が出ているように感じるわけですよね。でなぜこういうことが起こるかというと実は私たちの視覚覚と聴覚をどうやってて統合していくかというところに実はメカニズムがあるんですね、まあ、どういういことかというと実際の音っていうのはここから出ている、まあ、その口から出ているんですけど実際に私たちが受け取る時ってこの耳からあの音を受け取りますよね。 でまあ、例えば聴覚の方から行くと私たちはその位置どこからえその音が聞こえてきたかっていうのを推定するときに例えばあの右耳と左耳でどれくらい音が入ってきたタイミングに差があるかっていうことを一つ手がかりにしてます例えばあの左の方からえ音が入ってきたときに、まあ、まず左耳に音が入ってでこの まあすごいわずかなところですけどこの顔の距離分右耳にあの音が届くまでに時間差があるわけですよね。で左耳耳にに入入っってその後右耳に入ったとするなら、まあ、なんとなくこう左の方にあの音源があるわけですねで他にもいろいろ手がかりがあって例えばこの耳の形っていうのも結構大事でここで複雑に反射しながら入っていく手がかりを使いながらまあ 音源が上の方なのか下の方なのか、あるいは遠いのか近いのかっていうこともいろいろ私たちの脳っていうのは耳から入ってきたあの音のタイミングのズレなどからあの判断しているんですね。ただうん視覚っていうのはもう本当に見たまんまどこにその音があるか、まあ音を出すような物体があるかっていうのを目で確認できるわけですけど、あの耳の場合聴覚の場合は。 まあそのタイミングのずれからある程度推定できるとはいっても、まあ、そのなんとなく大ままかなところまではは計計算算ででできても細かいいところまでは計算しづらいわけですねでその時にどういう計算を私たちの脳がしているかというと耳から入ってきた情報、まあ、その聴覚情報と目から入ってきたその視覚の情報っていうのを脳の中で合わせて両方をうまく統合するような形で外の世界を推定しているんですね。 なので実は時間的なタイミングであったりとかあるいはどこにそういった音を出す物体があるかっていうその推定に関して私たちの視覚と聴覚の情報を両方使いながらうまくこう推定しているんですね。で副話術の方に話を戻すと視覚的な方に実はその音の推定が引っ張られることによって、まあ、まさにこの動かしてる人形から声が出てるように感じる。 っていうメカニズムになってますどういうことかというとその視覚と聴覚を統合する時にこのここからこの動かしてる人形から声が出てるはずだあるいはこうやって口が動いてるからそこから音が出てるはずだっていうのが視覚から入ってくる情報なわけですね。でこの時視覚の情報っていうのはその位置空間的な位置に対してすごく精度高いですよねこここことここ明らかにに別の場所に見えますよね。 でも聴覚の場合は例えばここから声が出てるっていうのとここから声が出てるっていうのを例えば目をつぶってえどっちから出ましたかって言われてもなかなかわからないそれぐらいあの少し視覚に比べるとっっとした曖昧なな情報になってくるわけですねそうなった時にじゃあ視覚の情報と聴覚の情報どちらを優先して位置を推定するかというとその信頼性が高い、まあ、裏を返すと曖昧じゃない視覚の情報に 重きを置いて情報統合するんですねなので何が起こるかというと実際は福和術師の口から声が出ているんですけれども私たちが体験するときにはそれをこの人形の方に合わせて統合することになってくるその結果私たちがまさに体験する感覚としては福和術師の人が動かしている人形の方から声が出ている まあ、まさにここから声が出てるんだっていうように感じるというメカニズムなんですね。で、実はあの副耳術に限らずありとあらゆるところでこのメカニズムっていうのは働いてます。例えばあの皆あの今皆さんあのこの動画をご覧になっていると思うんですけど、その時に実際に音が入ってきてるのはイヤホンとか、まあ、あるいはヘッドホンあるいはそのパソコンのスピーカーとかだと思うんですけど。 多分感覚的にはまさにあの僕のこの口のところから音が出てるように感じるんではないかなというふうに思うんですねあるいは映画とかでも、まあ、ある程度のステレオで右の方から音が聞こえるように仕掛けがあったりとか左の方からっていうのはあるかもしれないですけどやはりちゃんと登場人物の口からあの音が出てるように感じると思うんですねでこれはまさに私たちが日常的に空間に関してはやはり視覚の情報を重視しながら統合しているで ま、それぞれの人に合わせた声がまその人の口から出ているように見える。そういったメカニズムが働いているんですね。で、もうちょっと一般的な話をしてみると、今その空間的な情報に関するまあ、解像度っていう言い方をするんですけど、それは視覚の方が聴覚より強い。つまりまあ、目をつぶって音を聞いて、どの辺から音が入ってきたかなっていうことに関しては。 まあかななりぼやけた情報になってしまうそれに対してまさにこう目で見てどの辺にその音を出す物体があるかっていうのはすごく正確に推定できるわけですね。まあ、そういう意味では解像度は視覚の方が高い空間に関しては視覚の方が解像度が高いわけですけどじゃあ逆に今度時間そのタイミングに関してどうかというと今度は逆に聴覚の方が解像度が高いんですね。あの例えば テレビとかでもあの1秒間にこう60枚のこう紙芝居があるような状態で、まあ、実際にはあの今は 30Hz で動いてるって言われてますけどその時にもう私たちって1枚1枚の違いっていうのがもうわからない 60Hz 以上高くしてももうそのタイミングのずれっていうのがもはや認識できないわけですね。それに対してて聴覚っいいうのはすごい 短いタイミングのズレっていうのもすごく近くすることができるまさ、あ、に、まあまあ、すごい速いテンポの曲とか、まあ、裏でのズレとかもかなりちょっとでも音ズレてたら私たち気になりますよね。でそれくらいいい聴覚っててうのはそのはは時間に関してはもすすごく解像度が高いんですねなので、まあ、今日紹介しないですけど聴覚と視覚を同時に提示して、まあ、実際にはあの光をパッと1回しか出してないのに音をトゥトゥットゥトゥッっていうような感じでやると実は 2回点滅しているように見えてしまったりとか、まあ、そういったあの今度は聴覚にしあの引っ張られる、まあ、そういったあの錯覚も出てくるんですね。まあ、そんな風にそれぞれの得意なところ、まあ視覚だったら空間に関して解像度が高い、で聴覚は時間に関して解像度が高いっていう情報を私たちはそれぞれこういいところを使って、あるいは信頼できるところを使って外の世界を推定しているっていうメカニズムがあの常に働いているんですね。 まあそんなふうに私たちはより信頼性の高い情報にまあ裏を返すと引っ張られてしまう、まあ、これはあのコミュニケーションとかでもそうだと思うんですけれども例えばある人がまあ実はこういうネタを仕入れて,って実際に自分はそれを見たんだっていうのとなんか友達の友達がこういうことを言っていてっていう B さんがいたとしてその。 直接見た A さんと何となくまた聞の B さんだったら、まあ、どっちの情報を信頼するかというとやはり直接見た A さんでそれは本当に真実かはわからないですけどよりその人自身の確信度が高いわけですね。まあ、そとうい,ううい,い,いうのを、まあ、常にやっているんだというのをマインドの仕組みとして、えー、少し知識として持っておくと、まあ、いろんなところで。 自分のマインドがどんな計算をしながら外の世界を再構成してまさに今こうして体験しているのかっていう、まあ、また別の視点が生まれてくるのではないかなというふうに思います。